PDF ファイルをプリントすると016799が表示され、プリントできない場合の対処方法についてご紹介します。このエラーコードが表示された場合、 PDF ファイルの現行サイズと本体にセットされた用紙が異なっている可能性があります。対処方法をご説明します。パソコンでプリントしたい PDF を開き、ファイルを印刷をクリックします。印刷ダイアログボックスが開きます。 PDF のページサイズに合わせて用紙を選択のチェックを外します。次にプロパティを開きます。出力用紙サイズを出力したいサイズに設定してください。 OK をクリックし、印刷をクリックすると出力されます。